どうもレオチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は急遽レオとね車中泊しようかということで向かっているのが八王子のね道の駅に向かうんですけど、東京で唯一の道の駅、そこがねあるのが八王子なんですよね。あとね朝の8時からレストランがやってて八王子ラーメンが食べれるということなので、それをね食べに行こうと思っております。で夜は、車中飯としまして焼肉を買ってきましたので、レオ君とね一緒に車中飯焼肉をやってみたいと思います。レオ君行くぞ。おーだよ。今何時だ？夕方の5時。すごいね。でもここ夜の9時までやってるからな。なんか丹沢の揚げパンなんかあるよ。欲しいね。着きましたけどすごいね。反射。熊本おばさん。あれ持ってくるの忘れちゃったでよ。スタンプ。八王子滝や。はい、でここ。ほ、座って、座って。よくん座って。よ。
味しそうだったよね。いや、テラス席もあって、ペット同伴か。へー、あー、こっちの裏から入ってくるんだね、ペットたちは。中入れないからね。さあ、しましょう。ちょっともな、手でもカメラ持ってるから押せないね。はい、これが箱です。ここは道の駅だけど、第二駐車場もありますね。現在地でもガラッガラだね。車中泊するのにはこっちの方がいいのかもしれないね。第二駐車場のご案内、朝6時から9時で完全施錠。へえ、ダメじゃん。ご利用時間9時から6時。と言ったら、入ったら午前9時。はあ、なるほど。9時から夕方の6時まで。一回入っちゃったらもう出れないんだね。駐車場はそういう閉鎖することがないからな。なるほど。それで向こうは混むのかな。見えてきたな。レオ、車を戻ろうか。レオ、今日は焼肉にします。最初に塩コショウしましょう。塩コショウ、同様にはね、砂肝買ってあげましたよ。砂肝ちゃん、砂肝ちゃんで、家でね、こう筋目入れてきたんで、この大きいのは俺が食べるよと。で、レオのは味付けにしないで、ちっちゃいの。これもこのちっちゃいのはレオにします。これは味付け、これちっちゃい。よし、まだだよ。それとホワイトペッパー、これでいいでしょう。あとは野源軟骨とカルビ、それとさっき道の駅で武蔵野の漬物、キムチ買ってきましたね。レオ、これちょっとこれ開けてみるか。レオ食べれないですよ、これ。レオくんは食べれない。そっち来ない、こっち来ない、こっち来ないで。ダメダメだよ、辛いんだよ。あとは卵スープ、これにお湯を入れれば OK です。じゃあお湯を沸かしましょう。で、
レビでも見るか。よ、こっち。ここだよ。ここ行って。よし、着火しましょう。スモークレスグリルなんで。あれ？リオに食われそうだ。ダメ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 。サラダこっち置いといて、お肉はここで。よし、準備 OK、 準備 OK。 まず乾杯しなきゃダメ。もうすぐ春ですからね。スーパードライ桜バージョン、はい、乾杯。ベルブの、焼肉のタレを入れて、あとは家から持ってきたこっちじゃん、これも入れたいです。それと忘れちゃいけないのが、やっぱりニンニクっしょ。ニンニク太郎、ニンニク太郎になりましょう。メニュー、よし。あとはね、ちょっとクレイジーソルトで、このねカルビの、ね、塩焼きもうまいかな。ちょっと塩焼きにしてみましょう。あとは、お、タイガートラブルですね。マックスファン強め。煙は出ないんだけどね、匂いがつくからね。よし、焼肉パーティー開始。ご飯もできたし、この山中に乗っけて、ご飯を乗っけていただいてみたいと思います。うん、おいしい。キムチを乗せて、ほら、よいだね。もうちょっと待ってね。おいしかった、楽しそうだね。よし、まずは単勝。じゃん。じゃん、包んで包んで。あちゃ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 。うん、うまっ。久しぶりだよね、レオ焼き肉焼けたね。よし、はい、よし。暑いかレオ、大丈夫？じゃあただのタレだけでいく。
まい、うん、久しぶりの車中飯焼肉美味しかったですね。レオもつなぎも大満足です。またね、車の中で焼肉やってみたいと思います。こう車止まってますね。レオ、おいで。キャブコンが2台。軽キャンも止まってますね。いや、ほぼ満車じゃないですかこれ。大型車が1台入ってるけど、あ、ここもね、昨晩は止まってたけど、今は車がない。いやー、すごいですね。あ、来た。はあ。あ、マンコも止まってますね。いわき。へえ。こんなトラックまで止まっちゃってるのに止めれなくて、どういうこっちゃ。ジルだね。本当にも飛びちゃって、いやーすごいな。本当に満車。コードリームですか。あー寒い。今の気温は0度。寒いですね。浜松から来てるんだね。あー寒い。すごいことになってね。で、ああそこそこ。トイレがね、意外と狭いです。で、あちらのね、中華屋さんがあるとことか、あちら側がかなりね、交通量が多いんですよね。ですので、こっちの方に止められると静かに寝れるかなと。いう感じですね。よし、朝のコーヒーでも飲もうか。では八王子ラーメン、朝8時になり道の駅オープンしたので早速イートインコーナーに向かいましたが、9時からじゃん、間違っちゃったということでですね、また1時間待って出直しです。9時に改めて来て無事チャーシュー麺注文しました。それとね、薬味がここに置いてあるんですけど、お酢をね合わせると何か美味しいですよって書いてあるんで気になりますね。さあいただいてみましょう。玉ねぎたっぷり。うん、かつおだしだね。いっぱいチャーシュー。うん、細麺だね。いただきます。うん、うまい。チャーシューがほろほろ、なるともいいね。メンマ、うん、さあここで味変、お酢を入れてみましょう。ここにね、八王子ラーメンはお酢を入れても美味しいんですよって書いてあるんで、うんとなんて思いながらね、まあ、家系とか油の濃いものはね、お酢入れるとさっぱりしてね、美味しくいただけるんですけど、うーん、
うーん、なるほど、なるほど。まあ、ちょっとねカツオだしなんで私にはね微妙かなって思ってしまいまして、全部入れてね、この美味しいラーメンが食べれなくなるのがちょっと心配だったんでね、レンゲに乗せてやりましたけど、いやでももう一回麺に絡めたらいいんじゃないかなと思ってね試してみます。さあどうでしょう。やっぱりね、やめといた方がいいかなって僕はね思いました。胡椒をね少しかけたんですけど、その方がね美味しくいただけてよかったです。ラーメンも食べ終わり、車に戻ろうと思ったら、おっ、ニンニク太郎が心をときめかすせんべいが売ってましたので買ってしまいました。東京唯一の道の駅八王子でレオと一緒にね初の東京車中泊無事終えました。焼肉も美味しかったですね。そして八王子ラーメン、皆さんもお酢を入れた方がいいのかどうか試してみてください。今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまた見てくださいね。それでは。